アルミルダールカール・グンナー・ミュルダール、カール・ガンナー・ミドル、1898年12月6日から1987年5月17日は、1974年にフリードリヒ・ハイエクと共にノーベル経済学賞を受賞したスウェーデンの経済学であり、クヌート・ビクセルをはじめとするストックホルム学派の代表的論客である。妻のアルバ・ミュルダールは、政治家、 外交官として活動し、1982年にノーベル平和賞を受賞。息子ヤン・ミュルダールは、作家、娘のシセラ・ボクは、哲学者。スウェーデン・ダーラナ県、ガグネーフーまで、ストックホルム大学で法律を専攻の後、経済学に転校し、博士号を取得。1924年に、アルバ・ライマルと結婚した。1930年に、 スウェーデン社会民主労働党から国会議員に当選し、ペール・アルビンソン内閣で経済社会顧問を務めながら、貨幣的均衡論を上司し、瞬間的動向分析を導入して、経済学に一石を投じた。1933年から1947年まで、ストックホルム商科大学で経済学の教授として教壇に立ち、 さらに1945年から1947年までは通商大臣を歴任する。この間、1944年にアメリカのジレンマ黒人問題と近代民主主義、アン、アメリカンジレンマ、ザニグロプロブレムモダンデモクラシーを上司、アメリカのジレンマという言葉を生み出した。1956年にアルバ夫人が中インド大使となると、 インドへ赴きそこを拠点に南アジアの政治、経済、社会を調査。この時の研究をもとにアジアのドラマをまとめニューヨークタイムズの編集者によってようやく祝殺されたものが一般に交換された。その後、1960年から1967年まではストックホルム大学で国際経済学の教授として教弁を取った。 ノーベル経済学賞の創設に尽力したうちの一人がミュルダールであり、スウェーデン国立銀行が創立300年を迎えた1968年に、それを記念する経済学賞の創設を検討していた際、ミュルダールは積極的に後押しした。ちなみに、ミュルダールは経済学は科学ではないという持論を持っており、自身の受賞については否定的であった。 ミュルダールは、自身のノーベル賞受賞について複雑な気持ちで、ノーベル賞を受理してしまったのは、連絡を受けた日の朝、寝ぼけていたからであると述べた一方で、受賞を喜び、ようやく肩の荷が降りたと述べている。ストックホルムケンダンデリードで死去。ミュルダールの、最も大きな業績として挙げられるのは、生学理論の動学化である。これは、期間分析あるいは、景気分析と呼ばれ、 時間と共に変動する経済過程を一連の期間に区切り、経済主体の事前の計画と事後の結果を逐次的に追跡する手法である。これに関してミュルダールは、経済主体の期待、予測を決定的に重視し、事前の予測値と事後の結果の値を区別して、事後の結果が再び時期の予測値の出発点となり、事前と事後が矛盾する動態的な経済過程として説明した。 ミュルダールのこの考え方は価格変動は期間と期間の移行時点において格乱的に生ずる基金項の連続であると主張したエリック・リンダールの考え方とともにストックホルム学派の伝統となる事前、事後の概念を築き上げた。こうした理論的貢献は後にジョン・ヒックスによって吸収され現代のマクロ的動態理論の重要な要素となった。またミュルダールは この研究に関連して、貨幣理論及び経済変動理論に関する先駆的業績と経済現象、社会現象、組織現象の相互依存関係に関する鋭い分析が称えられ、1974年にフリードリヒハエクと共にノーベル経済学を受賞した。ノーベル賞選考委員会は当初、ミルダール単独でに経済学賞を贈るつもりであったが、 経済に対する政府の幅広い干渉を容認する、ミュルダールの立場とバランスを取るべきとの声に押しれて、ハイエクトの共同受賞が決まったとされている。これ以外にもミュルダールの活動は多彩であり、不況期に景気を刺激するための財政赤字を公共期に黒字で総裁していくという半循環政策を理論的に初めて支持した1933年の財政法案の付属文を筆でした。 これは、ジョン・メイナード・ケインズ以前のケインズ政策とも、呼ばれている。理論的には1939年に発表した、代表的著作マネタリー・イーキリブリアム、貨幣的均衡論において、ストックホルム学派の伝統である事前、事後の概念を用いて、期待の概念を、マクロ経済学に導入した。またミュレダールは新古典派経済学を強く批判し、1960年の、 ビヨンドヒー h ルフェアステ r ト、福祉国家を超えてで福祉国家思想を展開した。さらに開発問題に対しても関心を示し、1968年にはアジアンドラマ、アジアのドラマを発表した。ミュルダールは経済学が価値判断からは不可分であること、及びそこでそのような価値判断を前提としているかを明らかにすべきであるという立場を修正維持した。 福祉世界は国内だけでなく世界において富の再分配を可能にする。冷戦時代に彼が書いたビヨンドザ・ウェルフェア・ステートの中で彼は西側諸国の福祉国家の限界を打ち破る要福祉世界の理念を称した。しかしながら彼もまた福祉世界を確立するのは福祉国家よりも難しいと考えた。彼は福祉国家の次の限界を指摘した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。